アカラシアもしくは食道アカラシアは食道の機能障害の一種である。食道粉門部の開閉障害もしくは食道全道運動の障害により飲食物の食道通貨が困難となる疾患である。少なくとも1970年代初頭までには医学的に認知され日本国内において名称の統一が行われているが原因等について解明されていない点が多く。 現在に至っても根本的な治療方法はない。動物実験等により、瞑想神経に障害を生じると発症することが分かっている589から94、他が人間において原因と瞑想神経の損傷の程度、アカラシアの症状との因が関係までは明らかになっていない。食道ヒラナメスジブにある壁外のアウエルバッフ神経層内の不死細胞の編成により、 食道移設合部が、歯間不全を起こし、収縮したままの状態となって食道が拡張すると考えられている。神経細胞が変性する原因は明らかでなく、神経の変性疾患であるとの報告や、ウイルスが関与しているなどの報告がある。アカラシアに特徴的な症状は、以下のようなものが挙げられる。食道造影による典型的なアカラシアの像。 鳥をひっくり返したように見えることから、鳥のくちばし女王と呼ばれる。アカラシアが疑われる場合、症状にある内容の問診のほか、一般的に以下のような診断方法が取られる。初期で発見されることが少ないため、初期の症状に有効な治療法は確立されていない。あえて考えられる治療法としては、漢方薬の蛍光糖予ビタミン B12 製剤の 蛍光投与カルシウム気候薬の投与等の内科的治療がある。症状が完全回復したという報告はなく、悪化の程度を抑制するために投与を続ける必要性があると言われている。中程度の症状にはバルーンを用いて食道を拡張することによって通過障害を取り除く。効果は一時的であり根本的な治療とは言えない。重度の症状の場合は、 復腔鏡を用いた外科手術による方法が一般的である。ヘラー筋層切開術と呼ばれる方法で食道の筋肉を開いて通過障害を取り除き、ドール噴門形成術と呼ばれる方法で噴門部からの胃液の逆流を抑制する。多い病院では年間20例ほどの手術が行われており、外科的治療法としては確立していると考えられる。 新しい根治的治療として、傾向内視鏡的筋層切開術が発案され、低侵臭治療として注目を浴びている。ポエムでは、腹腔鏡手術と異なり、体表に傷がつかないことが、外科手術治療との大きな違いである。日本における発症率は10万人に1人程度とされているが、潜在的な発症率はもう少し高いと考えられる。実際、 アカラシアの分野は消化器内科よりも消化器外科で発達しており、症状から消化器内科で診察される場合がほとんどで、あるが症状が特定されない、もしくは誤診されたまま症状が悪化し、食道癌等になってしまうことによって、アカラシアという初期の原因が見過ごされているケースが少なくないと言われる。日本人と比べて、欧米人の方が発症率が高く、 一般的に食生活の違いが原因ではないかと推察されている。日本においてアカラシアの発症件数が増えているとの報告もあるらしいが、これも日本人の食生活が欧米化していることが原因ではないかという推察の根拠の一つとなっている。ありがとうございます。